だっぴー、どうもカンタです。皆さん、先日のバズーカでの高校セラップ選手権の速報動画ご覧になられたでしょうか。ついに高校セラップ選手権の出場メンバー全16名が確定しました。3年ぶりの開催ということもあり、16人全員が初出場、非常にフレッシュな顔ぶれとなりました。そこで今回は高校セラップ選手権の全16名について、僕が分かる情報も含めて紹介したいと思います。とりあえずこれを見れば高校セラップ選手権のメンバーがどんなメンバーか理解できると思うので、お楽しみに。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのが、高校セラップ選手権出場者ナンバーワンとして紹介されたレッドウィングさんです。レッドウィングさんは高校セラップ選手権の紹介映像の中で、かなりヒップホップな見た目をしていながら生徒会長を務めているという意外な一面が明らかになっていましたよね。またご本人のツイッターを見たところ、関西の MC バトルやライブに多数出演している経験があるみたいです。やっぱり場数をこなしている MC っていうのは強いと思います。またこの高校セラップ選手権の紹介映像の最後では、お父さんにずっと会いたい、お父さんに会うためにラップを続けているとも言っていたので、今回の高校セラップ選手権で大きなチャンスをつかむことができるのか注目です。続いて紹介するのが宮城県からの出場、シージンさんです。シージンさんに関しては僕も含めてですが、今まで一度も名前を聞いたことがないという人がほとんどだったのではないでしょうか。紹介 VTR の中では馬娘についての愛をひたすら語るなど、かなりオタク的な一面が見えましたよね。またバトルスタイルに関しては、とにかくうざく相手の上げ足を取っていくということで、対戦相手からするとかなり厄介な存在かもしれませんよね。これまでの高校セラップ選手権 OB でいうと、黒崎海人さんやもぐらさんなんかに近いタイプなんじゃないかなと思います。独特なリスで高校セラップ選手権をかき回してくれるのか注目です。続いて紹介するのが北海道からの出場、ダムパーソンさんです。ダムパーソンさんというと、高校セラップ選手権以前から音源などでの活躍で名前は十分知られていましたよね。なんなら中学生の頃から僕はダムパーソンさんという名前は聞いたことがあったように思います。実際に映像の中でも365日ヒップホップ漬けと言っていたように、ヒップホップに対する情熱はとんでもないものを持っているように思います。毎日 1,2 曲作ってるって本当にすごいことですからね。北海道というと戦国26将が開かれるホットな土地でもあるので、北海道からどんな風を巻き起こすのか注目です。続いて紹介するのが、今回の高校セラップ選手権で最年少での出場、ソラさんです。ソラさんに関しては唯一の06世代、今回のメンバーで唯一の高校1年生での出場みたいですね。何よりこの紹介 VTR の時のこの笑顔、すごく可愛らしいですよね。実際にフライヤーを見て、女の子が3人いるのではと予想した人もいたみたいです。なんとラップ歴はまだたったの1年であり、ラップにハマったきっかけはヒプノシスマイクのキャラクター、アメムララムダの影響だとのことです。全てが本当に新時代のラッパーっていう感じですよね。個人的には MRJ フライデーでめちゃくちゃかっこいいラップをかましてくれていたので、今回の大会でも注目です。続いて紹介するのが、足立区より登場、ランラインさんです。ランラインさんというとね、今大会の優勝候補の一人ではないでしょうか。先日行われたリッセン愛理さん主催のベリーブラック MC バトルでも同年代のチャンスさんを相手に勝利、また This4U MC バトルではベスト4と着々と実績を残しています。そんなランラインさんですが、高校セラップ選手権の紹介 VTR では壮絶な過去についてを紹介、父親の暴力や鑑別所に入っていた中学時代などを赤裸々に語っていました。爽やかな見た目から想像することができなかったので、僕もかなりびっくりしました。何より圧倒的な実績を持っているため、今回の高校セラップ選手権の主人公の一人かもしれません。続いて紹介するのが、山形県より登場、タンポポさんです。タンポポさんに関しても、高校セラップ選手権で今回知るまでは全く僕も知らなかったラッパーの一人です。タンポポさんがヒップホップにハマったルーツはラップではなくダンスにあったそうであり、ラップを始めたきっかけはなんと生徒会長としてみんなの前に立つことからだったそうです。レッドウィングさんについて生徒会長枠2人目ですね。なんとね、ラップを始めたのも今年の春から本格的にということで、全てに関して未知数っていう感じがしますよね。ただ高校セラップ選手権で言うと、ダンスをやっていた OB で言えば MC リトルさんがいるので、リトルさんのように卓越したリズム感で MC バトルを勝ち抜いていくかもしれません。続いて紹介するのが、今大会1人目のフィメールラッパー、ケイティさんです。神奈川県横浜市出身とのことですが、何よりこの笑顔が本当に魅力的ですよね。クラスにいるすごい可愛い子っていう感じなんですが、ラップやってるとは到底思えないですよね。これまで高校生ラップ選手権というと、ちゃんみなさんやレイチさんといった様々なフィメールラッパーが出てきましたが、今回のケイティさんみたいなタイプの方は初めてなんじゃないでしょうか。もともとケイティさんは子役活動をされていたということで、大舞台に慣れているというところもあると思います。オーディション映像でも相手の嫌なところを指していく感じだったので、今回もどんな戦い方をしてくれるのか注目です。フィメール対決も見てみたいですね。続いて紹介するのが、埼玉県飯能市より登場、ルートルキャリボーイさんです。ルー
ートル君に関してはね、僕も何度か面識があったので、高校生ラップ選手権に出場するとした時は本当にびっくりしました。何より彼のラップスタイルというと、本当に卓越したワードセンスと掛け言葉的なところが面白いんですよね。今回の高校生ラップ選手権の中では、ひときわ技巧派的な MC かもしれません。そんなヌートルさんですが、VTR の中で男性でもない女性でもないという性別の悩みを抱えていることをカミングアウト。今回の大会を機にお母さんにもそのことについてカミングアウトされたみたいです。そういったバックボーンがラップにどのように生きるかはわかりませんが、今回の大会をかき回してくれる存在に僕はなると思っているので期待です。ちなみにルートルとはカワウソという意味みたいなので、皆さん覚えておいてください。続いて紹介するのが、最近の MC バトルでも大きな爪痕を残しているこの MC、 スタックザピンクさんです。スタックザピンクさんに関しても、最近のベリーブラック MC バトルや This for You MC バトルなど様々な MC バトルに出ているということで、名前は知っているという方は多いのではないでしょうか。何よりスタックザピンクさんの持ち味というと、早口フロー、そしてどんなビートにも柔軟に乗ることができるビートアプローチですよね。早口だけと思われがちですが、要所要所でうまく韻を落とし込んだりであるとか、全てのスキルにおいてパーフェクトだと思います。先日の戦国バトロワでは、ムートンさん、ランラインさん、ジョーさんに対して圧倒的なスキルを見せて勝ってましたからね。今回の大会も優勝候補の一人ではないでしょうか。豆知識ですが、最近出た委託さんとの音源かっこいいので、ぜひ聞いてほしいです。続いて紹介するのが、今大会で一番注目されているかもしれないこの MC、チャンスさんです。いやー、ついにチャンスさんが高校セラップ選手権に出場する時が来てしまいましたね。個人的には高校セラップ選手権の主人公でありラスボス枠なんじゃないかと思ってます。東京で行われていた若手中心のイベント、ヤング東京でも優勝され、独特のつかみどころがないグルーヴと彼にしかない世界観で MC バトル界を席巻しています。 VTR の中では、地元世田谷の仲間と、世田谷に来てるなら世田谷が主人公で俺だけじゃないという発言をしていて、めちゃくちゃかっこよかったです。今回も優勝して世田谷、そして周りの仲間を上げることができるのか注目です。続いて紹介するのが、兵庫県神戸市を出場するこのラッパー、ユラリンさんです。高校生ラップ選手権の出場者16名が乗ったポスターが一番最初に公開されましたが、このカーレーサーのような服を着てるのは一体誰なのかと大きく話題になっていましたが、それがユラリンさんでしたね。僕もラッパーとして活動していることは知っていたのですが、彼がカーレーサーだったということは VTR で初めて知りました。なんとレーシングカートの最高峰、スーパーカート選手権でシリーズチャンピオンになった経験もあるそうで、今年からトヨタと契約しているカーレーサーでもあるそうです。もうどこまで才能を彼に与えてるんですかね。今回の VTR、 レーサーとしての一面は分かりましたが、ラップに関してはかなり未知数な部分が多いと思うので、今大会にタイヤ痕を残すことができるのか注目です。続いて紹介するのが、愛知県名古屋市より出場、楓さんです。楓さんに関しても、僕は一度ネットラップの審査員を行わせてもらった時があるのですが、その大会で優勝するなど MC バトル界の実力者の一人です。昨年15歳の若さながら UMB 愛知予選でベスト8まで残ってますからね。それもあの強豪の愛知なんで、実力はとんでもないものだと思います。紹介 VTR では、もともとサッカーをやっており、サッカー少年であったもののヒップホップにのめり込んでいったということ、また東海の先輩ラッパーレッコさんからの激励も受けていました。個人的におばあちゃんのエピソードはめちゃくちゃ面白かったですね。シャワーの中でお経を読んでるように聞こえたっていうのは、確かにラップ知らない人だったらそう思うかなとも思います。カエルさんも今大会の優勝候補の一人だと思うので、非常に注目です。続いて紹介するのが、今大会で一番 B ボーイかもしれないこの男、グロムさんです。グロムさんというと、本当に見た目がヒップホップでありながら、なんとまだ16歳、高校2年生の代ということなんですね。いやー、恐ろしい。僕も一度東京の現場で見かけたことがありますが、すごく稲たく渋いラップをしていて、かっこいいなという印象がありました。ある種高校生ラップ選手権に今までいなかったタイプの一人なんじゃないかとも思います。実際に映像の中でも、自分自身が好きな US ヒップホップについてを熱く語っている様子が映されていましたよね。高校生ラップ選手権というと、比較的華々しいスタイルが優勝するイメージがありますが、今回それを根底からひっくり返してくれるのか非常に注目です。続いて紹介するのが、東京江戸川区より出場、永瀬さんです。永瀬さんも MC バトルをよく見ている人であれば知っているという人が多いのではないでしょうか。実際に全国バトルタワー3に出場されたりであるとか、 MRG フライデーでは派遣社員さんに勝手司会を行うなど、本当に精力的に活動されていますよね。永瀬さんのラップスタイルというと、何より毒舌、相手に対して一番刺さるディスをぶっ刺しに行くという、とんでもなくハードパンチャーなスタイルです。結構見ているこっちがメンタルえぐられるっていうようなバトルもありますよね。 VTR ではラップをしていることを唯一告げているお母さんに対してラップをしたいというふうに言っていたので、今回の大会で優勝してお母さんに恩返しすることをできるのか注目です。続いて紹介するのが、神奈川県より登場、七転びさんです。七転びさんに関しても、これまで戦国甲子園であったりとか、戦国22章の予選であったりとか、様々なステージで活躍している MC ですよね。何より七転び
美さんというと武器はその持ち前の歌声。本当に一度耳にすると耳から離れないぐらいのグルーヴを持ってますよね。実際に VTR の中でも洋楽や EDM など様々なジャンルの音楽を聴いているというふうに話していました。学校の先生からもね、どんなジャンルでも彼はやっていくことができるだろうとベタ褒めされていましたからね。そんな七転びさんが今回どういった形で会場をグルーヴの波に包み込んでくれるのか非常に注目です。そして最後に紹介するのが西東京からの出場、カンプさんです。高校生ラップ選手権の16人目の出場者というと、これまでもハーディさんやノベルコアさんといったラスボス枠だったわけですが、今回もラスボスにふさわしい MC としてカンプさんが登場しました。カンプさんというと先ほど七転びさんの際に紹介した戦国甲子園で優勝、東京の若手を代表する MC としてバトルやライブなどで精力的に活動、最近では This for You MC バトルの MC としても活躍しています。やっぱり彼の持っている熱いバイブスであったりライムっていうのは MC バトルを盛り上げてくれると思います。今回の高校生ラップ選手権でどんな結果を残してくれるのか非常に楽しみです。というわけで第17回高校生ラップ選手権の16人のメンバーについて紹介しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。本当に今回の16人のメンバーに関しては全てが未知数ということで、どんな大会になるのか非常に楽しみですよね。皆さんの中で今のところ優勝候補は誰だと思うみたいなのがあったらコメント欄によろしくお願いします。あんたのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。またヒップホップについてより深く知ることができるチャンネル、カンタのなんやかんやでも活動をしております。こちらでも精力的に活動しておりますので、よかったら登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。今回の高校生ラップ選手権はね、本当にインタビューさせてもらったりであるとか、知り合いだった高校生が出るっていうことで、今までのコーラの中で僕的には一番楽しみかもしれません。コーラというとね、優勝しなかったとしても誰かしらスターが生まれる大会だと思うので、今大会からどんなスターが生まれるのか注目しておきましょう。